こんにちは、トイズガオです。はい、前回は、55合体シリーズ0555ジェットのキャリアモードと大冒険バスターモードまで、合体をやっていきましたが、ちょっと長くなってしまったので、今回後編ということで、今回はですね、大探険とアルティメット大冒険への合体、こちらをやっていきたいと思います。まずはこちらね、大冒険バスターモードに今なってますので、これをバラして55ジェットだけの状態にしていきます。合体シフトオン。ノイズ、ショベル、ミキサー、クレーン、ジェット、冒険フォーメーション2。はい、ということで、こちらの55ジェットの方はキャリーモードから始めると書いてありますので、このアームを下に戻してシールドパーツを外しておきます。こちらはね、使いません。まずはこの状態で合体準備完了です。あとは55合体シリーズのドリル、ショベル、ミキサー、そしてクレーン、こちらを用意しまして、こちらをね、合体準備状態に変形していきます。ドリルはもうこのままでね、大丈夫です。そしてショベルはアームを伸ばしてこのように開いておきます。ミキサーはこの前のところをつま先にしておきます。はい、そしてクレーンは、ヘッドパーツを外して、こちらも、足の状態にしておきます。はい、クレーンのヘッドを外したものをこちらに取り付けます。ボディパーツのウィングを畳んで、そしてこの大きい方のウィングもこちらに畳みます。はい、上から見るとこのようになります。そしてこちらを向けてベントを出して、まずは右足がミキサー、左足がクレーン、右腕がドリル、左腕がショベル、そして最後にカバーを開いて、はい、これで大探険完成です。はい、こちらね、冒険フォーメーション2ということで、最強のプレシャスという映画に出てたと思いますけどもね、これもね、なかなか活躍していたと思います。はい、それではいよいよアルティメットフォーメーションのアルティメット大冒険に合体していきます。これはですね、スーパー大冒険の状態から、それに55ジェットがついてアルティメット大冒険になるので、まずはね、スーパー大冒険の方に合体していきたいと思います。合体シフトオン。ランプ、フォーミュラ、ガイロ、ローター、マリン、ノイズ、ショベル、ミキサー、クレーン、はい、ということで、スーパー大冒険完成いたしましたので、まずはね、ヘッドパーツを外して両腕を外します。はい、これでこの状態に
ゴーゴージェットを取り付けていきます。ゴーゴージェットはこのパーツを全部外してですね、はい、この状態で、後ろから大冒険の方に取り付けます。はい、先にですね、今取り外したこのクレーンのヘッドパーツ、これは使わないので、後ろのクレーンのところに収めておきます。ジャイロを外します。そして外したところのジョイントにジェットを取り付けて、アームを前に出して、このジョイントのところにジャイロを取り付けます。はい、そしてボディパーツの方はウィングを開いて、この発射用パーツですね、これをカチッと止めて、車輪を畳んで、ここのね、引っ掛けるところに止めます。はい、そして先ほど外した両腕を戻しまして、ヘッドパーツを取り付けます。でこちらのシールドパーツを持たせます。はい、これでアルティメット大冒険完成です。はい、これでね10機のビークルが合体したんですけどもね、まあこれが最終形の合体なんですけどもね、ここ最近のねスーパー戦隊の最終合体のものと比べるとちょっと背が低いかなと思うんですけども、まあ割とコンパクトにまとまってるのかなと思いますね。はい、まあ、ゴテゴテな感じはあるんですけどもね、まあ、これが戦隊ロボのね最終合体のいいところなんじゃないかと思いますけどもね。僕は割とこのアルティメット大冒険というのはかなり好きだったと思います。はい、ちょっとこれねかなり重くなっているので持って遊ぶのは結構苦しいなと思うんですけども、下が車輪になっているのでね、転がし遊びで動かすことはできるということになりますね。はい、ということで今回は55合体シリーズの 55Z、 こちらを大探検とアルティメット大冒険に合体していきました。はい、こちらねこの 55Z が加わったことでね、かなりの合体バリエーションが増えてですね、冒険者の後半とクライマックスをねかなり盛り上げてたんじゃないかなと思いますね。まあ冒険者はねロケ地もねちょっと、まあ、そんなに遠くなかったので行ってみたことがあるんですけども、動画でもね出したんですけど、城ヶ崎海岸というね伊豆の吊り橋があるところでね戦ったりしてましたけどもね、ゴスゴスした溶岩の岩場でですね戦ったりして危なかったんじゃないかと思うんですけどね、冒険者はかなりね戦隊でも好きな、僕の中では上位に入ってくる作品だなと思います。まだこの冒険者のロボはこれだけしか持ってないんでね、あとまあサイレンビルダーとか、あとゴーゴーボイジャーありますけどもね、そちらも中古でも新品でもいいのでね、今後買っていけたらなと思っております。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。ツイッターもやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。